どうも、キリティクでかい熊沢です。おもしゃしゃ、ぽぽぽぽポリティシャン全速力進んでねえよというわけでですね、今回エマズラビデオ都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説ミスター関を呼んでみます。どうも、こんばんは。はい、先生、どうも。ああ、ミスター関、過去の動画全部フェイクニュースだ。謝れよ。今回の都市伝説は、日本では新総理大臣が誕生し、アメリカでは新大統領選が激化しているけれども、彼らには黒い噂がささやかれている。というわけでですね、今回その政治家の黒い噂について触れていきたいと思います。現在日本では菅義偉が総理大臣に就任し、アメリカではトランプとバイデン候補が熾烈な戦いを極めている。実はそんな彼らにタイムトラベラー説がネット上でまことしやかにささやかれているのよ。そんな民主党候補ジョー・バイデン氏は先月26日テレビの中継で180年前に議員になったと口を滑らせたのね。彼にはアルツハイマーなどの疑惑が浮上しているけれども、この発言が本当だとすれば1973年から議員となったことから推定年齢は220歳だと考えられるのね。またなってほしいな。信じるなよ。彼はタイムトラベラーとして180年もの間フリーメイソン国家であるアメリカ合衆国を陰で牽引し続けているのだろうか、もしくは幼い子供から作られた魔法の薬アドレノクロムを使い若返りを図っているのかもしれない。まあね、アドレノバカっていうのはいっぱいいるけどね。それがあること自体は真実だから。バカにすんなよ。そして彼は2013年のインタビューにおいて、我々がすべき断定的な仕事は新たな世界秩序を作り出すことであると述べてるね。そして最近のバイデンの目にはコンピューターが内蔵されたスマートコンタクトが挿入されていたのよ。これ俺たち何年前に失敗してるの。ああ、そうですね。すみません。めんどくせえ。これは AR 拡張現実を搭載したコンタクトであり、今後新たな世界秩序の中で我々にも普及してくるデバイスなのね。老眼鏡とかある。諦めろよ。彼はこの間のトランプ大統領とのテレビ討論会で長い時間国民を見つめていたのね。それは新たな秩序の中で使われるテクノロジーを国民に吸い込ませるため、トランプのヤジを振り切り見つめていたのよ。 1.75、2.25。ガチャメじゃねえか。彼が大統領になる理由は人類補完計画、ニューワールドオーダーのエージェントとして送り込まれていた。もう一人は第99代菅義偉総理大臣。彼もまたタイムトラベラーとしての噂が立っており、映画評論家として活躍する町山智博氏がツイッターで俊寛の面とともに彼の画像を載せ、それが酷似しているのだ。俊寛とは平安時代後期の真言宗の僧侶であり、平家打倒の謀略を企てた疑いで機械ヶ島に流され、その地で絶望のうちに断食し自殺してる。そんな俊寛が現代へと転生し、菅義偉として日本で権力を握り、平安時代の恨みを晴らすべく舵を取っていくのかと噂されてる。くさそう。謝れよお前。もう一つは総理大臣候補者として名前が挙がった K氏。彼の選挙ポスターを見てもらいたいんだけれども、目の部分を拡大してみると瞳がまるで爬虫類の目のように伸びているとインターネット上で話題となった。うわー、マジじゃん。これマジです。やばっ。あーすごいね。これは正直写りの問題だろうと思えるけれども、都市伝説界隈では彼はシェイプシフトしたのだろうとささやかれているのよ。じゃあ俺と会わねえわ。してんだろお前は。しかし本人自身が気づかずに目が変わってしまうようなシェイプシフトをする人物は実はそこまで少なくないのね。彼らレプティリアンは政治やメディアに潜り込み人々を支配していると言われており、世界中に存在するのよ。彼も防衛大臣、外務大臣を歴任した権力の持ち主であることから完全に否定はできないよね。そして彼のポスターは青、これはレプティリアンの血のようなのよ。もし差し支えなければお伺いしたいんですけれども、人の肉とか好きですか？全面カットだもん。